はい、聞いてごめん、もう一回言って。プロになるまでの間、早稲さんより上手い選手がいたか聞きたい。はい、いっぱいいました。いっぱいいました。ただ、サッカー選手って、まあ他のスポーツも一緒かもしれないけど、全部できる選手っていうのはほぼいない。ね、足が速くて体力があって背が高くてヘディングも強くて、体も強くて、で技術もあって、で得点感覚もあって、戦術眼もあって、スルーパスが出せてっていう選手は一人もいない。なので、そこは自分より上手い選手、一言上手いって言えば上手い選手がいっぱいいましたので、やっぱりプロサッカー選手っていうのは、まあ、トータルバランスなので、何かができなくても何かに秀でれば勝てることになると思います。そういう意味では自分は、冷静に見たら、まあ、背が低い、けど足は速い、体力もある、体も強い、得点感覚がある、まあ、熱いハートもある、でも足元の技術は低い、そういう選手だったと思います。できることとできないこと。ありがとうございます。